島バルカンスタジアムから実況を川崎がお送りします。ビアンコネロ、ビアンコネロ、大きな舞台になるほど力を発揮してきた選手です。ジャパントロフィー今スタートしました。左にエンドを取るのは黒と白のユニフォーム、西欧のトリプルクラー、ビアンコネロ。指揮を取るのはさあ一貫とフォーメーションは3-5-2。非常に完璧。シャンス入った、ゴールです。1-0イルファルコ、ダビッド・レズグ。選手たちが駆け寄ります。完全に狙っていました。前半9分、キックオフです。合わせていく、オフサイドラインにかかっていました。ビージャー少し前に出ました。フリーキックゴールにつながるか。ボールを受けて、このボールをバラハ、ロマーリオ見せてくれます。フィールド中央、速いアプローチ、ピンチを防ぎます。スローイン、ごめん、ここはつなぎます。ここから、これはキーパからボールが出ます。ウグアイ、バラハ、うまくカット、ここは狙ってましたね。なんとかクリア、このボールを取り戻しました。タッチを割ります。ポグバ、ボールを入れます。ジダンから、ウグアイ、マルチェ、このボールをロマーリオ取り返します。ポグバスルーパス、選手が旗を上げています。イグアイ、これは気をつけないといけません。ここからリスタートです。ロマーリオ、キエリー、キエリーニ、メドベン、キーパーランサーです。ボールを出します。ここで上野、1-0、前半戦が終了しました。今後半スタートです。ボールを回します。さあアグラ、バンカラ、バラハ、パスを受けます。ヴィセンテ、ヴィセンテ、これはパワー、クリア、このボールを、このボールはカット、ピグロ、彼の運動量がチームに活気を与えています。ピンに送って、止めて、ガンナバ、このパスは狙ってきた、カット、アグラ、カットしてきた、トラック持っていく、割って入ります。ガンナバ、トラック中央に出します。アグラ、落ちます。ジダン、さあリブワイ、右足一閃、ゴール。後半27分、ダビッド・レズグ強さを見せつけます。ジルタが守備を固めます。後半29分、キックオフです。縦に送って取り返します。奪われます。ボールを回します。トラ、取り返します。パス、ウグアイ、ドリブルでそのままシュート、